生真女とハリストス。左下隅に三本目の手がある。見本での生真女は、アトス山にある、ヒランダル修道院が所有する有名な奇跡の生仮民女、マリアのイコンのこと。神の母マリアが幼いイース・ハリストスを抱いている、姿を描いている。オリジナルのイコンにはリーザが付けられている。ヒランダル修道院は、セルビア正教会系の修道院である。 セルビア正教会で最も重要な遺恨としても位置づけられ、ごく最近までこの遺恨側はヒランダルの修道院長であった。遺恨の裏には聖ニコラオスの図がある。伝統的にこの遺恨はダマスコの聖ヨアンによって、あるいは彼のために描かれたと考えられている。それはヨアンの奇跡的な癒しの伝承と関わっている。ヨアンは、 ダマスカスでイスラームの支配者に仕える知事であった。東ローマ帝国でイコノクラスムを行っていたレオーン三世はイコンを擁護していたイオアンの失脚を狙いそれに成功した。偽の書状により、無本を疑ったイスラーム支配者によってイオアンは弁明も許されずに右手を切り落とされた。しかしイオアンが生真女のイコンの正面で祈り続けると、奇跡的に彼の右手が 元通りに生えてきたと伝えられる。その感謝の印として、ヨアンが自分の手のレプリカを銀座区で作り、三本目の手として遺コに加えたのがこの構図の始まりと教会では伝えられる。エルサレム市街のマルサバ修道院で修道士となった聖ヨアンは、そこでこの遺コがお手放した。後に、それが聖サワに贈り物として捧げられ、彼が ヒランダル修道院へと与えたのだった。見元での生信条へは年に二度祭日が設定され、方針例が行われる。新歴で7月11日と7月25日である。今日の美術史屋は、おそらくこの遺コの様式は14世紀以降の、ものであり、もっと初期の修作を模写したか、塗り直したものだと考えている。1661年に別バージョンのものがモスクワへ。 持ち込まれているのは有名であり、そのため、ロシアにはいくつもの複製品がある。ありがとうございます。